続きましてはミニマックスクラスの予選第1ヒートです。ボールポジションをつかみましたのは長崎からのエントリーとなります。今回水波は初めてのボールポジションからのスタートになります。トリプル A モータースポーツコーチシュート、タイムトライアルトップタイムをマーク、タイムは57秒706でした。セカンドグリッドはカーナンバー8 ERS ウィズサクセス森谷8、3番グリッドカーナンバー88 KP バズから坂野体験、去年のランキング マイクロクラスのランキングトップのドライバーです。坂野体験3番グリッドから、4番グリッドはカーナンバー36チームグローバルから本田智樹、5番グリッド56番 HRS ジャパン南崎隆、6番グリッド23番 HRS ジャパン柴崎美琴、7番グリッド17番 ERS ウィズサクセス楠本慎馬、8番グリッド81番 AAA モータースポーツ深町咲生、市長戦市長杯での優勝経験を持っています。9番グリッドカーナンバー10 AP スピードウィズソブラ本田慎馬、10番グリッドワンポイントから寺西俊樹、11番グリッド45番テコルサバンヘイン、12番グリッド12番ルーテモータースポーツミーミンセ、13番グリッド98番ポノスヒロテックスレーシング横山アキト、14番グリッド38番アルティワールド岡本幸吉、15番グリッド11番高木プランニングイーダイット、16番グリッド87番ハウレーシングイーサンチェン、17番グリッド44番春菜カートクラブ猪瀬よしひと、そして18番グリッド21番 AP スピードウィズソブラ林一樹、19番グリッド64番ルージェモータースポーツ中野京介、20番グリッド29番ワイズファクトリーレーシングハリオミサノ、21番グリッド46番 RT スカラプラス 3QR 和田智也、22番グリッド15番ルージェモータースポーツ馬場クレオ、以上のドライバーとなります。最後尾からの馬場クレオ選手はタイムトライアルはノータイムになってしまい、走ることができなかったために最後尾からの追い上げということになります。ミニマックスクラス、これまで遠征を続けてきてくれましたコーチシュートが今回ミニクラスにステップアップをし、タイムトライアルトップタイムでポールを掴んでいます。フロントローはコーチシュートと森谷エイト、霧が濃くなってきている中でミニクラスの予選第1ヒートが始まります。スタートは切られません、仕切り直しとなります。今日の雨天並びに霧のために周回数が減算となりまして、8周から6周へと減らされてミニクラス予選が行われます。今シーズンの開幕戦、新たなドライバーも含めて戦われます。海外勢もまたこの水波に参戦をするという形になりまして、こういった交流も行われています。韓国から参戦をしてきてくれているのがリーミンセ、さらにファンヘインは日本に住んでいますけれどもね、今回この水波のレーシングカートでのレースは初参戦となっています。イーサンチェンは台湾からというドライバーです。その他各サーキットでの強者たちが集結をしています。予選ヒートは周回数が少ないことから早い段階で仕掛けていきたいと思っている選手も多いのではないでしょうか。隊列が再び戻ってまいりました。2023年開幕戦ミニマックスクラス予選第1ヒート、スタート切られません。気持ちが高まる高まる高まる中で、でもまだスタートは切られないというところ。さあ霧が濃くなってきまして、現在タワーからは2コーナーのあたりはほとんど確認することができない様子です。フロントローのコーチシュート、そしてコーチシュートと森谷エイト、コーチは長崎から、そして森谷は関西のドライバーです。鈴鹿選手権のカデットで戦っていたりと、こちらも楽しみなドライバーで、特に初めの方はタイムトライアル上位に上がってきて、そして予選の中で彼らしいバトルを見せてくれるというところが見
ところでした。今シーズンはさらに成長の年と位置づけての戦いになりそうです。森谷、2列目の3番グリッドは坂野体験。去年のこの水波はマイクロクラスで戦っていまして、もう負け知らずの強さを見せてくれました。昨シーズンの時からもミニクラスにダブルエントリーをしているコースもあり、さらに市長杯にも参戦をする中で勝利も取っていっています。再び対立が戻ってまいりました。2023年の開幕戦、ミニマックスクラス予選第1ヒート、次はスタートが切られるか。スタート切られました。しかし先頭は変わりました。先頭に立っていきましたのは森谷瑛斗ですが、2コーナーにかけて森谷が先頭か、コーチシュートがいるのは見えるんですけれども、誰が先頭なのかほとんど見えません。どうだ、先頭は森谷です。2番手にコーチ、3番手には坂野体現。さあ5コーナーではトップ2のバトルが始まります。コーチシュートが仕掛けていきますが、ここはちょっと届きません。先頭は森谷のまま、2番手にコーチ、3番手は坂野体現。タコツボでは再びもう一発行くことができるか。コーチシュートを飛び込んでまいります。クロスラインで森谷瑛斗が戻してきた。バックストレート、再びトップは森谷ですが、バックストレートで今度はコーチ、ここでも仕掛けていくぞ。コーチシュート11コーナー飛び込んできました。コーチが先頭に立って、森谷瑛斗は12で戻したいが、ここは戻すことはできないか。立ち上がってまいります。最終セクションから先頭で戻ってくるのはコーチシュートで戻ってきました。2番手に森谷、3番手に坂野大元、4番手に柴崎美琴、少し開けて5番手には本田智樹、その後ろのオレンジ色のヘルメットは南崎隆史、南崎の後ろインサイド深町武雄が飛び込んできた。2コーナー、しかしちょっともつれあったか、なんとか踏ん張って戻ってきました。南崎とまだサイドバイサイドの状態で深町武雄、さあ5コーナーで前に出ます。その後ろもついてきましたよ。5コーナー立ち上がり、南崎がちょっと足を落としてしまった。それによって順位も落としてしまいましたが、南崎復活なるか。さてタコツバから立ち上がってきます。先頭集団は4台、コーチシュート先頭、森谷へとピタッとつけている状況。坂野、そして柴崎と4台トップ集団。11コーナーではインサイドトップが入れ替わるか。森谷へと飛び込んでいきますが、立ち上がり先頭は森谷に変わりました。2番手にはコーチシュートです。12コーナー立ち上がりで少し遅れを取ってしまいまして、前との距離ができました。そしてトップ4の後ろ、5番手争いは3台です。深町、楠本慎馬、そして本田智樹の3台です。2コーナーへとアプローチをする中、この5番手争いが非常に激しい戦いになっており、深町の、後ろにピタッとつけていますのはこれが楠本慎馬なんですが、この楠本が今度は5コーナーで飛び込んでいくが、アウト側の深町の方がペースがよく立ち上がってきまして、5番手はやっぱり深町です。そしてタコツボトップ争い、森谷瑛斗を捉えていきました。コーチシュートですがクロスラインを取って、再び森谷瑛斗が前に出ていきます。森谷ですがバックストレートエンド、今度はコーチシュートがまた飛び込んでまいりまして、トップ2がどんどん入れ替わっていきます。その後ろの坂野体験や、柴崎美琴もそのうち追いついてくるのではというような、それぞれ自己ベストをマークしてきてはいるんですが、どうなってくるでしょうか。残り周回は3周です。トップ2はピタッとついて、今1コーナーから2コーナーへ、森谷瑛斗が一気に足を振っていきます。まだサイドバイサイドの状態です。3コーナーから4コーナー、これで抜き切って森谷瑛斗が前です。しかし5コーナーではコーチシュートが飛び込んでいきまして、トップ2また入れ替わっていきますが、5コーナー立ち上がりでは今度は森谷が前、コーチシュートが後ろです。タコツボでも今入れ替わっていきそうなバトルが続いていますね。今度はコーチが出ていきます。その後ろの坂野大元や柴崎美琴もトップ集団に追いついてきました。その後ろの集団も面白そうですね。トップ2はバックストレートエンドでまたバトルが始まっています。5番手以降なんですが、深町武雄を先頭にしまして、深町、楠本が今12コーナー狙ってはいきますけれども、ちょっと届かない。深町がいて、楠本がいて、少し離れて白のヘルメットを装着していきますのが、こちらがファンキンカカーナンバー36番本田、その後ろがカーナンバー10番をつけます元田で、その後ろがファンキンです。残り周回は2周になりました。トップ2のこのバトルが非常に激しいんですけれども、
2人のペースがいいために後ろの坂野も自己ベストをマークしてはいるんですけれども、2番手と3番手との差がコンマ7秒あたりというところで5番手近づいていくことができないようです。さあトップ2はバトルをしながらこのタコツブでも順位を入れ替えて戻ってきました。森谷エイト先頭、コーチシュートが今度はバックストレートエンド飛び込んでいったんか、立ち上がり接触すれすれのところをうまく回避していったのは森谷エイトですが、ペースはコーチがちょっと良かったかというところで一車身分ぐらい距離を保ってホームストレートに戻り、残り周回一周になりました。そのトップ2の差はコンマ2秒ですが、スリップの効くこの水波ではすぐにその差が埋まってしまいそう。先頭に行きますコーチシュート、ファイナルラップへと入っています。ゴールからスタートをし、何度も何度も順位を入れ替えながらトップ2、コーチシュートなのかそれとも森谷エイトなのか、最後の一周の対決になっていきます。予選の第2ヒートはベストラップ順ということになっていますが、現在ファシストを記録しているのはコーチシュート57秒565です。タコツボから立ち上がってきてコーチシュートの後ろにピタッとついているのが ERA 中自作ですからの森谷エイト、どちらもガッツのあるドライバーです。さあ11コーナーから12コーナーへ向かっていきます。少し距離があるか、ここで飛び込むのはちょっと難しいかもしれないという最終セクションです。先頭は AAA モータースポーツコーチシュート、最終コーナーから立ち上がってピテルトゥノゾー状態になった。さあトップ2のその差はほとんどありません、100分の5秒差という形になりましたが、トップチェッカーはコーチシュート、2番手森谷エイト、3番手坂野大元、4番手柴崎美琴、5番手楠本慎馬、6番手深町武雄、7番手に本田智樹、8番手9番手がほとんど差がない状況でのチェッカーになりました。8番手にはファンヘイン、9番手元田慎馬、10番手に横山明人、ここまでがトップ10になりました。ミニマックスクラス予選第1ヒートポールからスタートをしました。コーチシュートがトップチェッカーを受けています。パステストを記録していきましたのは最後のラップですね、6周目で、森谷エイトがトップチェッカー、森谷エイトがパステストを記録しています。タイムは57秒430でパステストを記録し、予選の第2ヒートはポールという形になりそうです。